日本神奈川県横浜市鈴木区川町川町は神奈川県横浜市鈴木区にある地名。定番を持たない単独町名で住居表示は未実市区域。周辺は住宅街や商店街が広がる。かつての鈴木郡川町の中心地で軍役所と町役場が置かれていた。町のシンボルは標高十四メートルの川は富士。この記事では 旧自治体の川和町についても述べる。鈴木区西部に位置する。鶴見川の本流、谷本川が曲がったことから川和となったと言われている。集落は川の自然堤防にあった。かつては川林、川は川港とも書いた。古くは鎌倉街道中の道が通っており、交通の要所だった。川和町は神奈川県鈴木郡にかつて存在した自治体でもある。 鉄道路線道路1977年9月に川和高校の東側で花見山遺跡が発見され、1300点もの遺物が見つかった。これにより1万年以上前から人々が生活していたことが判明した。中世は武蔵国続き軍の川和郷であった。戦国期にこの地を所領したのは北条綱重であるとされる。記録には農民が仮米をめぐって訴え、 最終的には、後北条氏の表情集が、仮前の催促を命じたとある。後北条氏はこの地に勢力を伸ばすと、小田原城を守り関東進出の拠点とするため、廃城と化していた小机城を修復。この城の市場として鶴見川沿いに川和城が整備された。川の合流する川和は、交通において、重要な地であった。江戸時代になると、 続き軍の川和村となった。土地は増上寺領屋数は133件という記録がある。後期には神奈川塾の助合村となる。明治になると1879年続き軍役所が下河井から川に移転しておかれ、以後は周辺地域の政治経済の中心地として栄えた。1889年町村制の施行により、 続き軍に十二村が置かれる。その一つとして、川は、池辺、スケード、川向、大熊、織本、東方、本郷の飛び地を合併して宮古田村が成立。本郷以外の七つの大技ができる。村役場は大技池辺に置かれた。宮古田の由来は、続き軍の、都と、田園地帯であったことから、田を取ったものである。本来は、 続き村を名乗る予定であったが、下河合村等の合併村も、続き村を名乗るべく準備していたため、村名をめぐる争いになった。結局、丘陵地帯であった方が津岡村、田園地帯であった方が宮古田村を名乗ることで収集した経緯がある。大浅川はの当時の人口630人。乳牛や養豚が盛んで、大正時代には、 川向かいの桃などの栽培も盛んに行われた。1913年大麻川湾に神奈川県農耕銀行川は出張所が置かれる。1934年1月1日に調整を施行し、解消、川和町が成立。1939年に横浜市港北区に編入され、大麻川湾の箇所に川和町が設置され、翌年、麻三郎原下に、 港北区役所側は出張所が設置された。1929年には東京横浜電鉄による乗り合いバスが東神奈川駅川湾で運行を開始し、ようやく公共交通機関が運行されるようになった。1947年には横浜市営バスも乗り入れを開始した。1962年の鴨井駅の開業は企業進出の契機となり、工場が増える。 同年には、広北区民の強い誘致運動により、広北区発の県立高校である、川和高等学校が設立。以後、厳しい指導や、学区の細分化などにより、横浜北部学区のトップ校の地位を築いた。1969年4月、広北区役所川和支所の管内をもって、緑区が設置され、従来の川和支所の位置に、緑区役所が置かれた。しかし、 1972年4月に区役所庁舎が中山に移転すると、これまでの地域の中心地としての役割が薄れ、翌1973年4月に緑警察署も中山に移転。その後も川場郵便局が1991年に、緑土木事務所が1994年にそれぞれ中山へ移転し、1999年の 横浜地方法務局側出張所のエデンへの移転で、かつての行政の中心地としての役割は完全に終了した。1980年代後半より、乱開発を防ぐべく計画的に行われた、港北ニュータウンの建設により急速に宅地化が進んだ一方、谷本川沿いなどには農地が広がる。1994年港北区、緑区の再編成に伴い、 津津菊に編入。2008年3月30日に横浜市営地下鉄グリーンラインが開通して川和町駅が開業。江戸時代の文政の頃から栽培された菊は川和の菊として国内で除名であった。菊は幕臣の松浦市から譲られたものであり、研究により栽培された新種の菊が区内省に献上されたのが始まりである。 多くの皇族や著名人に親しまれた。今でも、川和の菊と呼ばれる豪商の旧家が残っている。酒の醸造施設や150種類の椿が集められているが、公開はしていない。川和小学校と川和中学校の交渉はこの菊にちなんでいる。かつて、川和で市が開催された、元石川の鍛冶屋、スケードの饅頭屋など、各地から商人が集まってきた。 昭和に入ると流通機関の発達などから徐々に衰退していった。かつて7月25日に農薬がなかったため稲の害虫を松明の火でおびき寄せて焼き殺してしまう行事が開催されていた見物人が多く集まり屋台も出て非常に賑にわった。戦後は地域文化伝承のため数回行われたが現在では火事の危険などもあり行われなくなった。今では 鈴木区南山田町で毎年7月に行われている虫送り行事が継承されている。 横浜市教育委員会ホームページ見 http コロンスラッシュスラッシュ www.st.yokohama.lg.jp、ok、スラッシュ kyoiku スラッシュトピックススラッシュ 171014-03.html2017 年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合 学区は以下の通りとなる。川は富士県立川は高校側は市民の森近くに、残る23野党には、川は中村と刻まれている。城に関する障子は、かつて川和城があった名残である。ありがとうございます。